いはい、パラパラ映してます。はい、映してます。映します。します。ます大丈夫ですか？はい。映て、はい、ます。です。B が課題よな。はい、うん。いいな。ワンビが多いからね。まず B のにテイク。ちょっと攻めがどういう攻めがあるかにして。 えーとまだいたい B 攻めっていうのはサミが多いですかね。やっぱメインが止まりやすいんで、うん、アーケド側とメイン側を挟んでの攻め。最終的にエリアがメインタワーイトアーケド側いや。この4つのエリアを攻め側はまあ占拠した状態からなんかリテイクが始まることが結構多い。うん いうのをまず理解する必要があります。のよ。はい。まあ、B リテイ入りで、っちゃえば結構簡単ではあるんで、頑張ってやりましょう。はい。はい。はい、えー。じゃまず B 乗りていく、この4つのエリアを取り返すことが。 結構肝になっはいえっと映画の A メイン的な立ち位置はどうだな、まあ、あんまないと思ってるなんかタワーがそれに当たるかもしれないんですけど、うん、なんかどのエリアもなんか中途半端ちょっと弱いんで必ずこのエリア取り返さないとやばいっていうところはあんまないです、うん、ただましいってならサイドとタワーうん,なんかこの 弱い理由としては、タイトルタワーが取られちゃうと、攻め側は、プランとしても、通る車線が極端に少ない。<ー>コネクター側とか、うん、メイン側からしか通る。なんか、プラント位置によってはもう車線さえ通らないんで。で、なんか、このメインとか開けるの、位がちょっと低めかなっていう。で、 まず防衛側はリテイクするために、ジェネレーターとカンティーンのこの2つのラインを取る必要があります。今日なんか結構シティが集められて、まずこのエリアから取り返さないといけないみたいな、なってたと思うんです。うん、ああいう状況は結構リテイクするには、うん、まずここにスキルを使わないといけない時点で、リテイク用のスキルがまらないうここをキープしておく必要があります。 お俺の仕事だチェンバーとブリームストーンとか、カンティーン、ジェネ1 <laughs> まあ大体攻め側はスキルこうやって、僕、耐えてくると思うんだ <laughs> まあ、詰めてこないかなほぼほぼ。プランツールの必死なんで、<laughs> 何もしな,なければ基本的にそう。<laughs> ここはキーで A3 とか A1 の人たち。 エフォーの人たちは、とっしてきて、はい、ここからがリテイクスタート。で、ブリーチのスタンがあるかどうかで、結構成、成功率が変わってくる。来ました。来ました。ずっと、ずっといるな <laughs> と。まず、このスタンがめちゃくちゃ強い。理由としては、カバーが取れない。敵が。と、 リテイクするときのスモーク大体これです。大体これ OK。車線を切るためのスモークがまあ2つ。で、えー、いやそれを潰すため、それプラス、文化の車線を潰すためのスタンがあるとめちゃくちゃいい。うんはい、それ以外、味方が上がっていくんですけど、あのここさらにブリッチ。止まらないところ。 裏から抜けてくる敵をずっと見てなきゃいけないです。<laughs> 特にジェネレーター。ー万が一敵が自分もなんか行って、大抜けできた場合、2キル持ってかれると終わりなんですよ。<ー>一番その防衛側はプラン、プランター側、攻め側はめちゃくちゃきついんですよ、この,この状態でプレーするの。あ サイトなんで、その、入ってくるタイミングで潰さなきゃいけない。ので、こういうタイミングで顔らしてくる。うんうん、なんで、これをケアする人間が必要。はい。だいたいここいるのみんな分かってるんで、ここデュエルです。なるほど。なんで、まあこう、ここで、この可能性もあります。ああ<ー>。スージがカバっと ただまあ、これの、本当背中を背後を取られるっていうのだけ、頑張って阻止する必要がある。なるほど。はいはいはい <coughs>。ちょっと戻します。で、えっと、まあ、リテイク、<coughs> フルリテイクの場合は、まず遅延から入ることが多いので、最終的に入っていくまでに、ちょっと、なんだろう。 2段階ぐらい、この前段階があります。お<う>まブリッジが早めに寄らせたりとかすると、まあこういう感じかな。2>, <coughs> 2、3で、ブリッジがこの辺行って、まあ、ビーダービーダーってなって、寄ってきて、まずここに来てから仕事、一つ、とこれ遅延する必要があります。プラント。はい、これ音。 はいはいはい。あ<ー>デフォルト、斜め、見やすい。たい。大体ここがここ。またここ外してここ。それ以外は、なんか、抜けるんですね。もう。<ー>なんかこういうとこもそうだし。うん、本当に斜めか箱裏以外は、基本的に球が通るんで。 でプロは設置しないです。へ<ー>なんか本当に安全な時くらい。なんで、斜め聞こえたら、まず、と、まあ、プロシーンでは、これ1回目フェイクの可能性がめちゃくちゃ高いんで、無視。無視。うんで、2回目聞こえたら、撃つみたいな。まあ、それも避けられる可能性全然あるんで、はい。ただまあ、そこは避けられて、OK。 時間を稼ぐことがすごく大事虫かでまあプラントされたとして、まあ、最悪斜めプラントになりましたってなったらじゃここでいろいろチェンしてる間でみんな寄ってきてると思うだるまさんのグレが残ってますお来きたまずグレを入れるナイスナイスグレここでまあ帰れない大体こうブリッジっ かわい, <laughs> いそうな照射しのデビにゴリンジュレス持ってこられていよなんリーがグレイコで死んだそうこ,こもここと同じように、うん、逃げるやつをちゃんと殺さなきゃはいはいはいなんでまあ車線が、まあカンティンガーとかジェネガーから通ってたらできるだに狙いましょうもし通ってなくても目抜きしてくださいこれうんオッケー誰でも目抜きですか 誰でも目抜きで、はい、基本的になんかもうその CT ペッシュっていう感じは決めてないチーム以外はあ決めてるチーム以外は目抜きされてもどうすることができ,できない場合の方が多い一方的に抜かれてるけれどでもなんか打ち返せないんですよなるほどその僕らが防衛側で JNF 付近で足止めるのと梅側が斎藤付近で 足止めて打つのだと全然こう危険度が違う。なんで、まあ結構打ち放題。本当、まあ、目抜きだけ注意してはい。っていう感じでま、まず一人、イシェンプランターを殺します。まあ、最近、あの、オーメンで帰ったりとか。へーでこんで、メンでプラントとか。あ昔だったら、チェンバーで帰ったりとかできたんで。 あるの <coughs> もしかしたらプランターが帰れるキャラで、まあ、プランとしてる可能性は全然あるので、まあ、その場合はしょうがないして <laughs> はいでまずそこからまずそういうのをしてからリテイクが始まりますもう完全にこれ人数人数配分決めちゃった方が良くて、まあ、残る人間が裏一人いい 正面が入ってはいはいでここ見はい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 ンいは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 いーいは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 ではなんいは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 いのいは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 んはい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 いは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 いで。いい <laughs> なんかここもほいほいなホイホイってことか。うん、えでも逆かもそれ攻め側だったら俺吸い込まれるけど守り側は吸い込まれないかも。攻めで入るからか自分が。<ー>ただこれずっと見てるとやっぱ2人分土台が減るわけです。確かに。なんでケアしながら前出てもらいつつ <laughs> カバーとかしてもらいながら裏見なきゃいけないんです。<laughs> 無茶なこと言うなぁ。<laughs> 大変だな <laughs> なんで、フラッシュ、まあ結構このデュエリストってバカままなんで、こーフラッシュ欲しいとか、タワーフラッシュを出してとか。<laughs> あると思う、ね。<余裕> <laughs> フラッシュを出うしゃ死んだ <laughs> 死んだあれかわいだい、かわいだい。死んだ <laughs> 俺これは本当にあるもんだと思ってください。しょうがないです。ああるるこれを気にして要求しないのもダメってこと。なんでこれはもう自己判断です。ああ、無理。無理。無理もあり。無視してください。無視。大体無理無理無理みたいな。それは無理無理みたいな感じで言うと、まあ、デュース諦めて。 出していくんでバカそうすぎる。無理が入ってくる。まだ本当になんかちゃんと無理なときは無理っていうのが大事です。俺の一番車線むずいな。むずいね。早めにタワーのラインに行きたいな。基本はそのマザーさんの下ぐらいのラインで見つつ、サイト中に入って、 でちょっとタワー深めに見れるようになったら階段の方に移動していくみたいな感じなのかな逆にもう本当に僕の中入っちゃったからだったりするシーンが多いですよ、うん。確かに。そう聞いたらそんな気がする。<laughs> うん、確かに。そうがとと。確かに。そんな,なんやで、まあ、クリアしてタワーもいませんと。うん、でまあジェットもちゃんと処理しました。でもなんかプリムストーンメイン残ってとうん。ん これが大事なんですけど遅いともうこの時点で結構負けな可能性あります。ここまでやって。<は>遅延で。なんか本当にやっぱりリテイクってすごいスピードが大事なんですけど特にブリムストーンとバイパーがいるマップは遅延がいいもだと思う。うちは釈迦さんがよくやるんですけど、うん、ここをプランとしてもらって。 よく遅延してると思うんですはい。これ、えー、何秒だっけ ?12? まあ時間稼がれると本当に確実に持っていかれる可能性が高い。うん、で、まあ、さっき一番最初の話、4つのエリア。今この状況、2つ揃えてます。タワードサイトで。これ以上広げる必要があるのかって言われると、あんまりないです。はい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 。 なんでかっていうと、不利な打ち合いをせざるを得ないです、攻め側は。うん。クされた後モロ、うんまあ、は入れて遅延はできるけど、でもなんか、この、なんか二段してるやつがいる。弱いピーク、最初に射線取んないけど、アーケードが見なきゃいけない。なんで結構、その打ち合いで対処できる状況が多い。うん 最終的に、まあ、ちゃんと時間管理ができてれば、もカが終わって解除で管理。っていう感じで、当てる場合が多いです。なんとなくイメージは、つかめましたか。CT にスモークが高いてるときは、はい、どうやって、あまあ、大体切れますね。まあの、<チ>切れさせるために、 プラントを遅延させるあのまあフラクチャーやっててわかると思うんですけど攻め側でまあ三点スモークとかタじゃないですか、うん、はいって行って入った後この状況でスモークなくなるの考えると結構動けなくないです。動けない。動アンティーンの射線もあるし <laughs> ジェネの射線もある。 なんかすごいタイトになるんですエリア取れてても、うん、なんでスモークを完全に浪費させるためにまあャカさんがもろ入れてまず入り口足止め、うん、はい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 スモー来たもろ返す寄ってきた小沢ああさんがマッショとか遅延。はい。それダメ押してくれとかはい,はい,はい、はい、みたいななるほどスモークをなくすと そうですスモークなくなると本当弱いんで、まあ、だからなんか痛ンとかちょろちょろ流行ってるんですワイパーカーテンでこう切れるんで、まあ、ワンコンの弱みはやっぱそういうところなんで、うん、スモークがワンセットしかなくて切られると、まあ、切れる<え>、はい、これもしその設置の遅延 がまあ、失敗することも多分あるじゃないですか、うん、うまくチェーンできなかったと、ね、まあシンプルにグレミスったとかでもいいし相手にフェイクかけられて騙されたとかみたいな時は木から出るのもありなんですかそのリテイクのスピードを早めるためにまあワンチャンありっすねその、まあ、結構かけにはなるんですけど大体の場合その木がこういう感じじゃないですかうんクラッシュを巻くこうとか うん、場所に入れて <laughs> まあ大体こういうとこにいるんで、うん、こいつら潰してから入っていくみたいな、うん、特にスモークがあるとやっぱジェネグラとか、うん、このカンティンの箱裏、うん、やっぱ居がちなんです、うん、だ逆にもうそいつらをクリアしないとオンリいテイク手前で阻止されるみたいな も圧勝高校に使ったりしてもいいですし。ああ<ー>。これ手前全部無理だ。いや、できないってなったら、うちのウルとトこう入れると。うん。で、スタンがこれ、あの、まださん、本当に要注意なんですけど、はい。う <laughs> ちのウルとト、こういう感じで入れると、<laughs> タワーとサイトを入れるとこういう感じで。ああ、なんかあったらそういうの。ちゃんと。僕らも大会で一回やったんです聞引かなきゃいけないんだ。引いて、今のウルートだったらそんなにかなと思いますけど。<ー>はい。はい。こ、はい、んな感じです。<ー>はい。はもう一生武器構えてくんよな。ンバーはまあ殺さなきゃ存在価値じゃないかな。